その分今回素敵なゲストをお招きすることができたよ。みんな大好きあの男だよ。日曜日にダンスを披露していたあの男だよ。じゃあもう早く行かないと怒られそうだから行こうかな。じゃあおい、カスだけど憎めないスタッフよろしく。やあみんな、僕が神谷博士だよ。ごきげんよう。今日はジプス放送局ニコニコ支局に招いてくれてどうもありがとう。この番組に出ることが目標で僕は声優になりました。それが叶って本当に嬉しいです。なんて言ってるとそろそろクレームが来そうだから、イエーイ、来たぜ来たぜ来たぜ、こっちかい、カメラ OK。 じゃあみんないつもの行くよ。ホーツインヤマト17歳です。 OK。 今日のゲストは彼だよ。イエーイイエーイごめんごめん、イエーイ、全然俺さ、澤部さんのスピードについていけないどういうことなの。大の雰囲気得意じゃん、こういうのいつも。ヒロシ得意じゃん。そうだな、うん、そういうことはやっぱり澤部さん何かしら仕掛けてくんだろうなと思ってたの。だいたいいつも顔出しの仕事で一緒になるとさ、澤部さん何かしらやってんじゃん。そうだね、誰よりもメイク時間長いじゃん何やってんすか澤部さん、まだメイクしてます。ちょっと待ってくれ、俺よりも1時間早く入ってんだぞ。どういうことなんだ。俺はもう終わってんだけど。俺確かに9時入りだったんだけどさ、あの到着した時にさ、うん、あの前の番組のなん人たちがまだ楽屋に、うん、女の子たちがいっぱいいてさ、俺入れなくて、あのこの手でエレベーターの前で待ってたわけではなくまあ普通の格好でですね、うん、エレベーターの前で途方に暮れていたわけですよ。そしたら入れるとこなかったんだね。そう、別の階で案内されてね、うん、いつもはこれあのこれよ、え、3階だっけ、3階だっけ、4階だっけ、4階なんだけど、はい、3階の会議室に行ってくれって言ったんだけど、うん、3階は普通のオフィスなのよ、うん、であのトイレは1箇所しかないわけだ。でこのメイク完了して、うん、ひろし君がメイクしてる間にお手洗いに行ったんだけど、行ってたね、普通のサラリーマンと遭遇してしまったら、うん、おうって言ってましたよ所用この状態からのおうって、まあ、おうって言うよね、うんうん、でしかも俺はこのこれがね、うん、あのアマゾンで買った2000円のズラなんだけど、うん、さっきメイクさんにちょっと切ってもらったんだけど、これがね、まあ、抜け毛が多いわけですよだから俺はこの格好の上にコロコロをですねこうやって持って、うん、こうこれでもう半分生ハゲ状態ですよ悪い子はいねえかという感じだったんで、あのサラリーマンの方もですね、うん、きっとね何かしらのものを俺は抜かれるのではないかと、このコロコロによってねこういうこういうセキュリティ緩いなここ、そうそうそう、このビルね、あんなやつ入れちゃダメだって完全にね、ね、あ、そうだ、紹介するの忘れてた。何かな、あのひほつ院大和役は俺でした。あ、そうだ、はい、久世響役の神谷博士。そうです、久世響の声やらせていただいておりました。そう、神谷博士です。よろしくお願いします。イエーイ、パチ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 、もうね、よかったと思う。嘘、すごいね、俺だってだったら俺もこういうことしたかったよ。なんか、なんか、え、いいよ、だったらここだけ隠して、そうだよ、なんかもうここだけ、なんかここだけ、君の大切なところだけ、一番大切なところだけを隠して。そうだよな、あ、でも俺隠そうと思ったらこうだぞ、なんかこう、これぐらい、バカ広志自身をね、そうだよ、広志自身は結構、どっちどっちの軸がぶれない感じ。いや、もうすごい、俺こいいね、いいね、いいね、そういう感じなのこれ、ね、あ、そういう感じなのかな、ね、なんだ、どうですか、34歳でもうすでに体力が限界を感じていると。おい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 、どうだい、全然限界とかまだ感じるには早いぜ。早いかな、34歳ぐらいだったらそれこそこうだぜ、うん、まだ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 さっきのスワブさんの話だったら30代はこうだろうな、あ、こう、うん、俺もこう行きたいね。でしょ、むしろこうぐらいだよね。スワブさん全然こうでしょ。こうだね、もうパチンパチンパチンって言ったね、もうそうそうそう、もうこういう何何立ちってやつこういう感じね、こういう感じね、こういう感じで最悪だね、もう本当にね、そういう感じで。お、もうこんな時間だ。ん、いかん、本当だ、
エンディングです。終わろう。というここでね、終わらせる方法がね、一、はい、つあるよ。何ですか？正規を見せるとドンって終わる。正規をあれで隠されるんじゃねえの？ドンって終わるよ。うん、バンサササササですよ。ササササここでね、バンって今だったら全然平気で出してる。あ、出しても平気。出しても平気かな。出しても平気かな。これね。もう大丈夫。危ない危ない危ない。バンバンってね。ダメダメダメ。そういうことはしない。しないしない。そういう僕らの芸風じゃないから、そんなのね。はい、というわけでお別れの時間でございまして、さあいかがでしたか。何ですか。今日の番組は。今日はでもいい話がね、いっぱい皆さん聞けたんではないかなと、うん、作品にまつわるね、はい、いい何かこう、本当にね、これはすごいぞ、これはいいものだ、おつけてみる、これ、うん、マジで、うん、自信が持てるから、ね、自信が持てます、あー、これすごいね、これすすごいね、いいね、俺が振っといたね。ごめんね。完全にね。君が君のせいだからね。今のね完全に事故だったね。ごめんごめん。というわけでいかがだったでしょうか。いや楽しかったですよ。あ、よかったよかった、うん。それではまたお会いしましょう。さらばだって書いてあるんで、さらばだ。バイバーイ。じゃあいつものように最終回に、じゃあ神谷さんも、はい、この最終回バージョンでこう出て出て出て。フライこう開いてるから。何やってんだよ。こう。じゃあ最終回あるじゃん、こういうやつ。ああ君一番最後だから。僕一番最後。最後ね、俺これ俺がこう言って。さささ。さささ。さささ。でれれってってれれってってれれれってってれれ。俺やで。さようなら。さようなら。バイバイ。バイバイ。バイバイ。